マーライオン公園シンガポールのランドマークであり、シンガポールのダウンタウンコア地区の中央ビジネス地区に近い主要な観光名所。マーライオンはライオンの頭と魚の体を持つ伝説上の生き物であり、シンガポールのマスコットとしてや国の擬人化キャラクターとして広く使用されている。2体のマーライオン像が公園に設置されている。元々のマーライオン像は高さ8.6メートルの 高さがあり、口から水を吹き出している。その後、元の像の近くに高さ2メートルのコマーライオンが加えられた。元のマーライオン公園はシンガポールのエンブレムとして1964年にシンガポール側の川口近くにシンガポール観光庁によって設計された。1972年9月15日、当時のリークアンユーシンガポール首相の司会で銅像の 設置式が行われ、公園が公式に開園した。オリジナルのマーライオンの像は、シンガポール側の河口に立っていた。マーライオンの混流は1971年11月に開始され、1972年8月に完了した。シンガポールの彫刻家、コリムナンセンと彼の8人の子供たちによって作られた。彫刻の高さは8.6メートルあり、 重量は70トンある。エスプラネード橋が1997年に完成すると、元のマーライオン公園の場所は、シンガポール側の入り口ではなくなり、ゾウもマリーナベイをウォーターフロントからはっきり見ることができなくなった。2002年4月23日、ゾウはフラトンホテルに隣接するエスプラネード橋の反対側に作られた新しい三橋に移設された。 この移設には750万ドルの費用がかかり、2002年4月25日、完了した。2002年9月15日、当時のリークアンユー上級賞が、元の公園の4倍の広さを持つ、現在のマーライオン公園にマーライオンを受け入れる、セレモニーを行った。2009年2月28日、午後4時から5時の間にマーライオン像に雷が落ちた。近くにいたスタッフは、 破片が地面に落ちた時に爆発音とそれに続く大きな音が聞こえたと述べている。同年3月に修理が完了し、マーライオンは2009年3月18日に水の噴出を再開した。マーライオン公園と彫像は2019年にいくつかの修復作業を受けた。ありがとうございます。